はい、あきらです。これタイのねオフロードツアーの初日の昼頃になってからなんですけども、これねフラットダートを散々飛ばしてきて一休みしたらねいきなりこんなところになるんですね。丘陵地帯の林道はねもう荒れ放題ですね。これね今までずっとフラットなところばっかりだったんでだいぶ舐めてたんだけども、もう散々ねこう体力消耗してからここだったんでね一気にあの体に異変が来てるんですね。もうねやっぱり体力を消耗しちゃってるもんだからね全然バイクの抑えが効かないんですね。でちょっとあの斜面になってるとね下の方に落っこってっちゃうんでね、この日はねもう暑くてね朝から結構水を飲んでるんだけども、まあそれにましてもね汗がどんどん出てっちゃってるもんだから多分体の塩分がもう足りなくなっちゃってるんだろうね。体力回復しなくてフラフラしてきちゃってるんですね。これ結構やばいですよ。ツアーガイドの兄ちゃんともう一人のねツアー参加者は22歳だって言ってましたね。もう私とね40歳以上の年齢差があるもんだからやっぱ体力が全然違いますね。
てえ、こんなガラガラあんだ。もっと早い時間に来てほしかったな。これ。
頂上。ここが頂上。まあここで遊んでけって。うわ、こりゃすごいね、天気。はい、というわけでね、ここでしばらくぶっ倒れてて午前の部は終了ですね。これツアーの方はまだ続くんですけども、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございます。